明日の北海道ですがこの時期としても気温高くなりそうですかはい10月ですよね明日から10月としてはかなり気温が高い状況になりそうですはい、えー。明日の予想天気図ちょっと見てみましょうこちらになります、えー、明日なんですが北海道の北を低気圧が通過していきますこの低気圧に向かって暖かい空気が、えー、吹き込んできますまあそのため北海道方面気温が 10月としては思えないほど上がりやすく、まあ、上がるという状況になります、はい、では実際にどのぐらいまで気温が上がるか見てみましょう、こちらです、まず札幌なんですが、最高気温が28度を予想しています今まで,です、ね、札幌で10月に28度まで上がったことはないんですね。 でこれまで10月で札幌での最高気温というのが27.3度、札幌、今までは27.3度が10月の最高気温ということになりますので、はい、まあ28度まで上がると、まあ、記録的な暑さ。 という網走が,、はい、が29度の予想です、まあ先ほどお話しした通りフェーン現象でオホーツク海側は上がりやすいですが北海道全道で見ても10月に30度以上になったことはないんですよ。はい、でこれ29度の予想ですから30度の予想ではありませんが、まあ、場合によってはあとオホーツク海で場所によっては30度を超える可能性が、まあ、ゼロではないと。 いうことが言えます、はい、そうなれば10月としては北海道は初めての真夏日を観測するということになりますのでやはり10月として記録的な暑さになるというように考えてください、はい、ただしねやっぱり一日の気温差非常に大きくなってきますのでまあその点もお気を付けください、はい、えちなみに阿波尻のこちら気温の変化ですこれ見ていきますと左が今日右が 明日になりますね。はい、これ見ますと。とまあ、30度近く2 9度の予想でま京、あ、都まあ、全然気温が変わってきます。で、明日は朝の気温よりも、また夜の気温の方が下がるというのも、えー、特徴的です。まあ、1日の気温差も大きくなると、えー、いうことに等しいとは思うんですけども。まあこのようなこともありますのでね。服装など、また体調管理などもね、えー、しっかり行ってください。 最新の気象情報、気温の情報についてもアプリ、ウェザーニュースから詳しく確認することができます。